ピッチングをするときに注目する場所はどこですか？やっぱり人それぞれピッチャーで特徴があるんで、スピードだけでもない、なんかこの変化球がすごい切れるとか、なんかストレートが動くとか武器があるんで、その武器の見極めと、意外とバッターから見ると変則フォームで打ちづらいとか、うん、最近ちょっとピッチャー注目して見るでしょね、やっぱこう、あ、こういう人はいいんだなって、なんとなく分かる、こういうフォームがいいとか、ゆったりしてて、この最後の人とか、うん、ゆったりしてるけど速いとか、うん、あの軸がぶれない人が力が強い、伝わるボールに、うん、もうプロだね、しゃべりが、しゃべりがプロ、いやまさにそう。一番いいのはフォームがゆっくりしてるのにもインパクトだけが触れるね、お兄ちゃんみたいな感じ。Hey. 50秒。じゃあ3分で。高校は横浜高校出身で、大学は日本体育大学、その後社会人の東芝に入りました。社会人行ったらドラ1目指そう。野球始めたきっかけは、もう物心つく前からグローブとボールはもう身近にあって、で、まあ、父が、横浜高校出身ってのもありまして、気づいたら野球を始めてました。はい、まあ、プロを目指してたのは高校生の頃から、まあ、野球を始めた頃から、プロを目指していたんですけど、諦めてはないんですけど、その前に野球を終わってしまったっていう。やっぱ去年の社会人が終わるとこを見てたので、そこがやっぱ私的に一番、私の方がショックだったっていうか、なんか一番やっぱ野球やってる時が楽しそうだったので、迷ってたのでどうしようみたいな感じで迷ってて後悔するなら行った方がいいんじゃない。やっぱり今まで信頼されるピッチャーではなかったと思うんで、今回はチームから信頼されるようなピッチャーになりたい。感覚を上げて 131.2 キロ。わー、いいカーブ。 111.5 キロ、38センチ落ちてますね。おい、ナイス。914回転。足上げたときに、もう少しこう足上げて、こっちにもう一回、もっと立ってこい、はい、そうそう、ここ高い位置から、高い位置から行った方がいい、はい、すぐ低く行くのは早いかもしれない。ちょっともっと高い位置、立ったとき一回立っていいですか？うん、一回、そうそう、そう行った方がいい。レイ、そういう感じじゃないと、ちょっと出力が出ないと思う。まっすぐ行きます。動いたま。137.9。1400回転、1499回転。はい、じゃあラスト1球で。ラストまっすぐ。今投げた位置が表示されるんで、134.8。
OK、うん、大丈夫。ハンドボールはいつから始めましたか？はい、ハンドボールは僕は中学1年生からずっとやってるんで14年ぐらい今やってます。久米は？僕は中学の2年生の冬ぐらいからなので、ハワイよりも1年半ぐらい遅く。お知り合いですか？はい、同じ学校です。失礼しました。いえいえいえ、小中と一緒で、ね、どこに向かってやればいいですか？あ、はい、どうも、こんにちは、経験ハンドボールの川瀬です。よろしくお願いします。お願いします。一応全国大会で準優勝をしてます。高校生で準優勝してて、大学のインカレにはハンドボールで培った力を小さいボールに全力でぶつけていきたいなと思います。もう本当にハンドボール業界盛り上げていきたいというのが僕たちの気持ちで、野球みたいに誰もが一度触れ合ったことある球技になるように、そのためにもね、ここでしっかり活躍して、まあ、認知してもらえるように頑張りたいと思っています。ハンドボール選手のこう可能性を、はい、視聴者の方が、ね、届けれたらと思います。はい、はい、自分の好きなものを投げて。はい、お願いします。はい、お願いします。わかるよ、わかるよ、なんかいいものを持ってるのはあるね。惜しいね。125キロです。おお、あれ？ちょっと腕の使い方いいね。ねえ、やぶちゃんね。伸びがすごいですね。伸びがすごいね。おー、オッケーオッケー。え、そう、野球経験ないの？本当にないです。マジで？すごいです。本当ですか？すごい。ここら結構いいよ。123キロですね。連れて行きます。いいんではないかなっていう。よいしょ。おー、回転軸いいんじゃない？回転機です。ね、1時10分とかで回ってるので結構伸びてますね。126キロ今最速ですね。ね、スポーセーブも回転も結構多いですね。回転が結構このボールに伝えるのがやっぱなんかあんのかな。ハンドボールとこのなんかいい使い方が。普段松屋には使ってますね。普段両面テープとファン使うんだ。はい、滑るから引っ掛ける感覚かもしれません。出ていきます。よいしょ。うん、足上げて、はい、行くでしょ。もっとこう僕の前に来るのが早いから、ちょっとここからなんていうの、まだこうなってるから、もっとこっちでこういう横の面を長くして、そうそう、そういう感じで一回ちょっと、そうそう、そう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 、そうしたら球は低くリリースがこういうふうに、こういうふうに入っていく、こういってちょっと行きがちな。はい、そう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 、やっぱ球強いわ。ラスト1球いこう。はい、それでいきます。うん、オッケーオッケー。でもいい感じ。はい、フォールズ。はい、フォールズ。岐阜県加谷市から来ました、はい、安田亮です。はい、年齢は20歳でポジションピッチャーです。中日ファンで、はい、強い時の中日を見ていて、はい、気迫あふれるピッチングはい、まあ、一緒にやれたらいいなと思いました。やっぱりこういう体験もあって、はい、高校時代に、はい、サイドスローに転向をしまして、はいはい、小学生の頃に浅尾さんのパームを見て、はい、まあ、憧れまして、はい、で中学生の頃からパームを投げるように練習をしまして、はい、サイドスローでもパームを投げれるようになりました。キャプテン一緒に来ないね。いこう。9.5 ポイント、綺麗に回転します。おー、ね、回転がいい。すごい綺麗です。高さね、こっちで。はい。おい。ナイス。やばい。あ、ボール変えましょう。ここがね、ブレないじゃないですか。動かないでしょ。動かないっていうと軸がブレないってことは、何でも土台がしっかりするとね、腕にパワーが伝わりやすいんです。安定しやすいんです。
回転 100% ですね、綺麗ですね。ね。回転綺麗だとやっぱコントロールいい傾向にあるんで。ね。ね、あ、何何これ。すごい回転やね今の。何だ今のチェンジアップの。え？あんまり見ないんじゃない？これ800回転しかしてないですね。このチェンジアップって何、どんな握りしてるの？これでパンって。ファーム系？わかんないです。これが一番抜けたんで。いや今なんか回転おかしいぞ、なんかいい意味でおかしい。ラスト1球じゃあ。はい。はい。おお、オッケー、面白い。ありがとうございました。はい、どうぞ。面白い、面白い。お、面白い。いそんなよく投げれるな。はい。こちらにお願いします。おお、綺麗綺麗。パームいきます。あ、立ってくれた。回転も不思議な回転。インコースにスライダー。バッターすいません。当たったら申し訳ないです。当たったらビール一杯。来た、インスラー。素晴らしい。いいね、ラスト1いきましょう、ラスト1球。はい、おー、効く、コントロールいい。ナイスです。ありがとうございました。はい、ナイスピッチ。大谷、あ、大谷、大谷です。身長高い。おい、ちょっと待って、140ぐらい出てない、これちょっと早かった。え、ちょっと待って、キャッチャー、ちょっとキャッチャー、さっきまで受けてたんじゃないの。138出てます。むっちゃ早いじゃん今。何それ、すごい。マジでいきなりあんな早いってわからなかった。いきなりびっくりした今。138です。キャッチャー、キャッチャーあんまり見ない球ですか、この速さ。141です。141。むっちゃ1900回転しました。回転も綺麗、綺麗ですね。むっちゃ速い、ランディ・ジョンソンみたいじゃん。速い。おい、よく取りました。変化球も何でもいいんですよ。はい、それだ。ちょっと曲がらないかもしれない。いいです、いいです、曲がらなくても。曲がってるよ。カメラがむっちゃ曲がってるよ。すいません。おお、これコントロールいいし、すごいじゃん。何これ。写真振りますね。最後にこんな秘密兵器かみたいな感じの。ラスト1球です。すごい。横やん。横やん。はい。はい、ナイスピー。あ、そう、送れてきた、あ、シミだな。あ、そうだよ、なんか今日の途中から参加されてましたけど、はい、どういった理由で。メールが、迷惑メール入ってました。で、朝連絡で気づいて車でぶっ飛ばしてきました。普段は消防設備の仕事をしてます。はい。今ご年齢は42か3と違います。もう40超えると、はい、分かんないです。たまに40以上のマスターズで試合だけ行く感じですね。はい、結構ご活躍されます。いや、そんなに、はい、内野手とかピッチャーたまにやるぐらいなんで。変わってるんで、はい。まあ、みんな多分受ける人は若いので、こういう若い人たちをやるのはめったにないので楽しみにしてます。生涯現役で60でもやっていたいなと思います。